最高年俸。先日ポスティングシステムを行使してメジャー移籍を目指していた巨人菅野智之が残留を発表。一部報道によると菅野サイドは18年オフに同じくポスティングでメジャーに移籍した菊池雄星の4年58億8000万と同等の条件を希望。メジャー各球団はコロナ情勢ということもあり次々と撤退を表明し巨人残留が決定しました。そして菅野が残留を決めた要因の一つ、巨人の高額な年俸提示によってプロ野球歴代最高年俸ランキングにも変動があったんです。そこで一つの疑問が生じました。菅野は年俸ランキングで歴代何位になったのか。というわけで今回の動画はプロ野球歴代最高年俸ランキングを発表したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。ランクイン選手、今回はタイトル通りプロ野球史上最も年俸が高い選手順に日本人外国人問わずトップ10形式で紹介したいと思います。早速参りましょう。5位タイ、アレックス・カブレラ、年俸6億。西武に加入した2001年から2005年までの5年間でホームラン215本、特に2002年には当時プロ野球タイ記録となるシーズン55本のホームランを放ち MVP に輝きました。年俸も2003年に2億4000万から2004年4億円と段階的に上がっていき、ついに2006年には6億円に達しました。5位タイ、タイロン・ウッズ、年俸6億。 KBO さん助っ人として最も成功した外国人の一人、2004年オフ当時中日史上最高額となる2年5億で横浜から移籍。2006年には打率3割1分47本144打点をマークし、チームのリーグ優勝に大きく貢献。同年オフには1億増の2年6億で契約更新となりました。5位タイ、イ・スンヨプ、年俸6億。ロッテから単年1億6000万で移籍した2006年、開幕から4番打者として打率3割2分3厘41本108打点をマーク。シーズンオフにはメジャー移籍を目指すも、巨人は4年6億という好条件で引き止めに成功しました。5位タイ、阿部慎之助、年俸6億。長年巨人の不動の正捕手として打撃守備でチームに貢献。ベストイヤーとなった12年には4番打者として打率3割4分27本104打点をマークし、首位打者最高出塁率、シーズン MVP に輝き、チームの日本一に大きく貢献しました。年俸も4億から5億7000万の大幅増となり、翌年13年も2割9分6厘32本91打点をマーク。シーズンオフには年俸6億となりました。5位タイ、黒田博樹、年俸6億。2014年オフにメジャーの高額なオファーを決定、年俸4億で広島に電撃復帰。黒田が見せた男気は大きく話題となりました。日本球界復帰1年目となる15年シーズンは11勝、防御率 2.55 をマークし、オフの契約更改では2億増の年俸6億でサインしました。5位タイ、金子千尋、年俸6億。13年にリーグ最多の 223.1 イニングを投げ、15勝、防御率 2.01、200三振を奪い、最多奪三振のタイトルを獲得。急激に選手としての評価を高め、 FA 取得年となった2014年には16勝、防御率 1.98、 199三振をマーク。オリックスの首位とゲーム差なしの2位躍進に大きく貢献しました。金子は非優勝チームながらシーズン MVP に輝き、オフには4年6億で残留しました。4位タイ、松井秀喜、6億1000万。長年巨人の4番打者として96年から2001年まで6年連続30発以上のホームランを放ち、2001年には打率3割3分3厘36本104打点をマークし、首位打者を獲得。オフの契約更改では当時のプロ野球史上最高額となる6億1000万でサインしました。4位タイ、柳田悠岐、年俸6億1000万。最強ソフトバンクの象徴的存在、FA 取得前年となる19年オフに変動制での年俸5億7000万の7年契約を結び、翌年2020年には119試合で打率3割4分2厘29本塁打86打点、驚異的な成績を残してチームの日本シリーズ4連覇に大きく貢献。自身2度目の MVP を受賞し、シーズンオフの契約更改では4000万増の6億1000万でサインしました。3位、佐々木主浩、年俸6億5000万。かつて横浜の絶対的守護神として圧倒的な投球を披露。98年チームを日本一に導き、佐々木の異名大魔神は流行語大賞にもなりました。そして2000年からは海を渡りメジャーに挑戦。初年度には新人王に輝き、
マリナーズ時代の4年間で228試合に登板、129セーブをマーク。そして2004年に2年6億5000万で横浜に復帰しました。2位ロベルト・ペタジーニ、年俸7億2000万。ヤクルト時代の4年間で本塁打を2回、OPS10 割以上を4度達成し、特に2001年には打率3割2分2厘、39本、127打点をマークし、チームの日本一に大きく貢献。ペタジーニはシーズン MVP に輝きました。そして2002年オフ、巨人は松井秀喜の穴を埋めるべくマネーゲームを展開し、2年7億2000万で獲得しました。1位、菅野智之、年俸7億5000万から10億。長年巨人のエースとしてチームを支え、ルーキーイヤーの13年から20年までの8年間で7度の2桁勝利、最多勝3回、最優秀防御率4回、最多奪三振2回、沢村賞2回、シーズン MVP 2回、年俸も年々上がっていき、18年オフには日本人として NPB 最高の6億5000万に到達。19年は不振のため現状維持でしたが、20年は本来の投球を見せ、120試合制にもかかわらず14勝、防御率 1.97、 そしてオフにポスティングシステムを行使してメジャー挑戦を表明するも、コロナ禍でメジャー各球団は減収減益、移籍市場が停滞していることもあり、交渉期限までに希望条件と一致せずに巨人残留を表明。報道では4年41億6000万、4年40億、4年30億、単年8億3000万と各紙バラバラです。また1年ごとに契約を破棄することができるオプトアウトの条件を盛り込んだとのこと。ただいずれにしてもペタジーニを抜き、プロ野球史上最高年俸を超えることは確実視されています。というわけで今回はプロ野球歴代最高年俸ランキングを発表させてもらいました。プロ野球史上最も年俸を下げられた選手ランキングはこちらの動画で紹介しているので、ぜひ。また個人的には阪神ファンなので、菅野にはメジャーで頑張ってほしかったです。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。